K、H&K HK33 は H&K 社によって開発されたドイツの昇降系アサルトライフルである。H K、H&K HK33 は H&K G3 をスケールダウンした上で 5.56X45mm ナトーダ弾を使用できるように再設計されたアサルトライフルである。使用する弾薬が小型ゆえに全体的なサイズや重量が G3 よりも小型軽量化され、反動も必然的に少なくなった。弾薬も軽量なので、マガジンの相談数は30発に増加した。G3 と比べると全長がおよそ10センチメートルほど短く、重量も約600グラムも軽くなっている。この銃の作動方法は、G3 と同じ反動を利用方式であり、半閉鎖ローラーロッキングを使用している。 ディレードブローバック方式のボルトが組み込まれている。はじめに開発された HK33 は、アメリカ軍の M16 同様の 5.56X45mm 弾を使用できるように設計されている。この HK33 の発展型である HK33E は、同じ 5.56mm 後継だが、NATO が正式採用している SS-109 弾を、 使用できるように新規で設計された。固定ストックは G3 同様に金属製の基部、ポリマー製の中間部、ゴム製のバットプレートからなるものと MP5 同様にポリマーの一体成形のものの2種類が存在する。グループ2のトリガーグループとストックは G3K サブマシンガンの MP5 シリーズと互換性を持っている。HK33 基本型。 h k 3 3 a に固定ストックを装備。HK33A3 金属製の伸縮式ストックを装備。HK43 民間向け HK33。ごく短期間で生産が終了し、紹介量を加えた HK93 が主に流通した。HK33K バレルを切り詰めて全長を短くしたカービン。HK33SG。 一命中精度を上げ、光学スコープと専用トリガーグループ、及び二脚を取り付けて、狙撃銃風に改造したモデル。しかし、厳密な意味での狙撃銃ではない。HK13 マガジン装填式系機関銃、HK23 ベルト球弾式汎用機関銃、アメリカ軍のトライアルにおいて、M249 系機関銃に敗れた。 HK53 サブマシンガンサイズに切り詰めたモデル。H&KHK327.62X39mm 弾、使用。GR シリーズ GR2GR3GR6GRQT223 アメリカの H&R ファイロームズ社が、ライセンス生産した HK33T43 トルコの円形社が、ライセンス生産した。 HK33A2T50 トルコのケイ車が独自に開発したもの。独自のハンドガードと半透明マガジンおよび M4 カービン同様の伸縮式ストック、ピカティニーレールを装備している。T12 トルコのケイ車が独自に開発した狙撃重風のもの。HK33 のバレルを延長してリアサイトを取り外し、PSG1 のストックとピカティニーレール付きの ハンドガードを装備している。PK8 パキスタンオーディナンスファクトリー社製の G3A3 ベースのもの。G3A3 の装填口に新設計部品を付け、HK33 用マガジンが使えるようにしている。BA-11 ミャンマーがライセンス生産したもの。ストックやグリップ、ハンドガードが木製になっている。 BA-12 ミャンマーが独自に開発した軽機関銃。BA-11 に2脚と短いハンドガードを取り付けたもの。11式体制。HK33 をブルパップ化したもの。アイアンサイトが M16 タイプになっており、ステアーオーガストタイプのバーティカルフォアグリップがついている。T223 を装備したネイビーシールズの隊員。 HK33 で武装する大軍、HK33 を装備するトルコ陸軍のパトロール。こちら、葛飾区亀有公園前発出所悪魔がやってきた。の巻に登場。ウポッテ、HK33E を擬人化したチュースリーと、HK32 を擬人化したトリッツァチズバが登場し、実銃も使用する。レインボーシックス c g s a s のサッチャーが使用。 ありがとうございます。